こんにちは。この動画では繰り返し乗算機のアルゴリズムについて説明したいと思います。この情報は佐賀大学の計算機アーキテクチャの科目から取ってます。模式図って言うんでしょうね。とにかくこういう感じなんですよね。今これは分からなくてもいいんです。とにかくこれを一つの入力として、これを二つ目の入力として、ここで何かが起こって、ここでも何かが起こって、ここに結果が出ます。計算することは x×y です。では、具体的な例で説明しましょう。これを見てください。この例で x を11にします。y を5にします。そして pz と z、があります。それはちょっと分かりにくいので、一応名前を変更します。これの方が分かりやすいと思います。一つの変数は仮変数です。それはまあ、少しずつ毎回変わります。そして結果変数です。そして図表を使いましょう。結果変数と仮変数。結果変数はちょっと変えます。さっきの絵でこのところです。この0を無視してもいいんです。そして仮変数はここの pz です。で、この5はちょっと邪魔だから消します。よし、じゃあスタートしましょう。一応、結果変数に0を入れます。最初に。それはここに書いてないんですけど、一応正しいです。で、この変数から右側から少しずつ1桁ずつを見て処理します。まずはこの1を見ます。計算は1、この1かけるx。ここにも書いておきました。1かけ10111は私たちの仮変数に入ります。それは同じですね。1011です。で、パソコン的にこれは0目の桁で、これは1目の桁で、2目の桁です。0、1、2。ここで0目だから0回シフトします。つまりそれはそのまま保たれます。最後に結果変数に仮変数を加えます。つまり10111になります。ここのところですね。では次見てみましょう。0×x は0000です。で、これ、1目の桁だから、1回左シフトします。つまり、1つの0をここから加えます。シフトを明確するために、ちょっとここに、点線入れます。それはこのところでしたね。次に、これを結果変数に加えます。0は、0で変わらないから、変わらないですね。次に、また1を見ます。1×x は10111です。このところですね。次にシフトをします。これ2目の桁だから2つの0を右から加えます。ここにまた点線。それはここでしたね。次にこの値を結果に加えます。それはちょっと計算が必要です。ちなみに足し算が必要ですよね。だからこれは足し算機です。ではそれを足し算してすれば、これになります。で、それは結果に入ります。では、次の桁を見ます。次の桁はもうないから、これは最終結果だと分かりました。ちなみに、これは55です。ここでも分かる通り、そんなに難しくないんですよね。アルゴリズム的に。もう一回最初の絵を、もう一回見てみます。見ましょう。すみません。ここで一つの重要なポイントは、これです。前の結果をそのまままた上につけます。それを簡単に言えば、こうなります。これです。これは大事です。資料にここに pz にそういう字がついてますけど、最終的に毎回 pz が変わりますから、このそういう字を無視して、一つの変数だけを考えても問題ないと思います。ただし、そうすれば、ここにも z を加えて、この添え字も消します。
で、ここ上何が起こりますか？これ and ですよね。で、ここの一桁は全ての and の入力になります。つまり上は1011で、今の番で1だけ、この最初の1を見たらこうなります。 and ね、それは1101になります。それは 1×x に等しいです。もちろんこれ全部0だったらこれも全部0になります。0000。それでこの上の and のところの謎も解いたと期待します。では、以上です。ありがとうございました。